上達屋広島工房長順です。広島工房は広島駅から徒歩10分、中区上登町にあります。広島工房は2017年12月に始まり、おかげさまで7年目を迎えることができました。プロ野球選手をはじめ、子供から大人まで多くのお客様にご来場いただき、これまでに広島で行われたマンツーマンレッスンは延べ3万回になります。上達屋はスポーツ選手のパフォーマンス向上をサポートするスポーツ上達工房です。代表の手塚和志が1993年に東京に立ち上げ、東京工房は31年目を迎えています。スポーツ上達の正体である理にかなった体の愛する方を育むメソッド、創育を確立し、現在は東京、横浜、江戸川、広島、静岡の5工房を展開しています。上達屋ではこのようなカルテを使用し、1万5000名のスポーツ選手のパフォーマンスを管理しています。こちらは野球選手用のカルテです。創育とは理にかなった体の操り方を育むことで、各スポーツ種目の基礎の身体操作を習熟し、それを各スポーツの専門性に転用させる上達法です。創育に関しては種目は同じですので、野球以外の種目の選手にも適用するケースもあります。パフォーマンスエリアではその選手の専攻種目のスキルを磨く25分間となります。裏面は上達屋式のメンタル強化と各種タイムトライアルの記録欄です。上達屋では心技一体を提唱しており、3つの要素が相乗効果を生みながらパフォーマンスが向上する方法を採用しています。このカルテは選手の習熟レベルを5段階評価する方式で、その成長具合を確認しながら訓練を進めることができます。また原則上達屋の5つの工房で共通のものを使用しています。東京工房、横浜工房、江戸川工房、静岡工房、広島工房にてこちらのカルテをご用意してお待ちしております。